寿司ラーメンの質問コーナー、イエーイ。ということでね、質問をくれた皆様ありがとうございます。誠心誠意込めて答えさせていただきます。よっしゃ、答えていくぞ。じゃあまずね、初めの質問が寿司とラーメンと女どれが好き。いやもう自分の名前にもしてるぐらいですからね。女質問、寿司陸さん SM どっちですか。いやもう俺一人しかいないんでね、一人 SM。 リンゴ握りつぶしてください。いやもう質問でもなんでもない。将来の夢は月面で体力測定して無双することです。ぶっちゃけ野望とかあったりする。登録者2兆人いつもゴキブリホイホイで脱毛しているんですか。そんなわけないだろうと。この世のどこにそんなん使って脱毛してる。だーやばいわ、いったこれ。ちょっと待って、皮膚ごと持ってかれるこれ。いやーやばい、いたたたたって無理無理。まあそしてちなみに言うと逆だね。むしろ俺は防御力を高めるために育毛しています。嵐の二宮さんにフォローされた時の感情を火薬の量で表現。僕が中学生の頃から見始め、もう大学生になってしまいました。ずっと見続けているくらい大好きな寿司ラーメンリクさんに今まで本当に聞きたかったことがあります。バナナはおやつに入りますか。年の数までにしとけよ。ちょ、今チンパンジーいなかった。ちょっと二度としたくない。これは間違いない。俺から出る音だけで曲を作るっていう動画で腹が200回頭に落ちてきた企画。じゃあ一番財布が悲しんだ実験は100キロの爆弾を作る動画ですね。場所代、人件費、宿泊代、消防車代、爆弾代、もうそこで貯めてた今年の予算の大半を使い切ってしまって、マジヤバい。一番苦労した企画、ポップコーンのやつかな。撮影だけで1ヶ月半かかった。ちなみに編集出たら5テラバイト。頭で大根を折ってください。いった。無になれ、無になるんだ。次はガラスを顔面で割って。一番ドッキリ仕掛けやすい人誰。今までで一番ビビった企画なんですか。あと愛しています。もうこれはもう間違いない。熱湯を両手に持ちながら俺は VR やってる。もう全てが悪い方向に行った動画。あと俺も愛してるぞ。スタッフ紹介してください。同級生で一番長い新海。倉庫の中身全部覚えてます。美容師やってたらなぜかうちにいつの間にかいた男、ミスター美容院。驚いたこと一回もないです。先輩 YouTuber の弟コーパン。ロケの時荷物は600キロ運ぶよ。よろしくお願いします。最近いつヘをこきましたか。8年前です。バーバの叫び声だけで合唱団作ってほしい。今作ってる動画をネタバレせず5秒で紹介。1日地上にいない。ここ数年で一番嬉しかったこと。早ければ今年わかります。ライブ配信やってほしい。夏までに準備します。作業動画出して OK。 ファンイベントやって OK。 ペットボトルロケット飛ばして。ウェブ君とキスしてください。高校でやっておくべきことは好きなことを極める。高校時代の武勇伝教えて。真冬の河川敷で爆速いかだ作って、次の日漏れなく全員熱出したこと。りくくんの身長は。はい、身長の方を測りますね。じっとしててくださいね。163。なんで何でも作れるんですか。できるまで作り続けてるからです。今までで一番安全だった企画は。乳首メントスコーラ。ちなみに体のどこの部分でならメントスコーラを止められるかっていう真面目な検証です。カラクリ屋敷の玄関の靴べらには何を仕掛けますか。激臭スプレーです。未だにお化け屋敷やホラー系は苦手ですか。イエース。
多分すでに5億回ぐらい答えてると思うんですが、なんで靴下左右違うの履いてるんですか？一度ずれるともう二度と揃わなくなるからです。またスーパーゴールぶちまけてほしいです。マジかよ。倉庫の壁の穴っていつどうやって開いたんですか？チェーンで一撃の動画の時に何かあったんじゃないかと睨んでいます。サッカーボールで壁当てしてたら無事抜いてしまいました。ウェーブとハグボツになった企画。高校2年の時に山の頂上にでっかいしめじを生やすっていう企画をやった時、高さ20メートルのタワーを作って、その頂上にガソリンを吊るして、でそれで、まあ、でっかいしめじを生やそうと思ったわけなんですけど、想像以上にそのタワーを作るのが難しすぎて、もう日が暮れてしまったんです。でそれでもうほぼほぼ何にも映ってなかった&、爆発がでかすぎてボツになりましたね。いやあれ見せたかったなあ。ちなみに写真はこれです。今までで一番痛かった筋肉痛、さっき言ってた俺から出る音だけで音楽作るっていう動画の序盤のあの動き、首の前側死ぬかと思った。全身系でいくとマリオの世界に入ってみるっていう動画、あれ3日間ぐらいずっと同じステージで暴れてた。ポップコーンはもう全てなくなりましたか？いいえ、あと4トンあります。もうなんか下の方目出てきてる。クマの毛ぐるみ今どうなってますか？うわぁ、まだまだ元気です。おばあちゃんの叫び声は何ヘルツですか？うわっ、壁と同化する企画があったと思うんですけど、その開いた穴はその後どうしたんですか？なんか弟に股間の部分また当てゲームにされてんだけど。4歳の息子が大ファンです。初期の頃から動画も漁って見てて、最近では4歳になり一人で頑張って真似をしています。ありがとうございます。どうしたらコンクリートの家に穴を開けて隠れられますか？壁を壊せない場合は偽の壁を作ればいいんです。じいじの肘と新海さんの二の腕、どちらが可愛いですか？バーバのくるぶしです。私が答えるの？どんな筋トレしてますか？背筋、胸筋、腕筋、足筋、肩筋、合筋。もう部屋の中で小麦粉ロケットはしないんですか？質問というより、とりあえず部屋の中で小麦粉ペットボトルロケットぶちかましてください。あんなに掃除が大変なやつするわけがないんだよね。ここから？こっから戻ってきたんだけど、この隙間からこれ戻ってくることある？ちょっとこれどうやってここ掃除する？好きなおにぎりの具は何ですか？せざるを得ないよね。バナナに小麦粉かぶって。結局バナナはおやつに入るんですか？入るっつってんだろ。消防車の水で倉庫全面清掃してほしい。
もうすぐ夏が来るから壁壊しておしゃれな滝作ってほしい。最近リク君の動画を見始めました。おすすめの動画教えてほしいです。ありがとうございます。1本ね1ヶ月ぐらいかけて動画を作ってるんでぜひ見てほしいんですけど、中でもおすすめのやつはね、チャンネルのホームにいくつかの再生リストにまとめてるんで、この再生リストのこの文字んとこポチってやってね、見たことないやつ見つけてぜひ見てみてね。あと今日普通に話で出たやつは概要欄に貼っとくわ。無重力体験できるツアーはあるみたいですが、したことはありますか？ついでにバンジージャンプしてください。それいつか絶対やりたいから、やるの絶対やるわだから、それまでたくさん動画見て応援して、うわうわ君にしかできないんだ、お前にしか頼めないことなんだ。頼む、助けてくれ、今の俺を助けてくれ。あー、なんでなんでなんで質問コーナーで、おいしょ、うん、あ今が一番怖い、今が一番怖いんですけど。うわこれ見て、これをなんでバンジーなんだよ、おかしいでしょ。おおすごい、おお、はい、おかえり、おお、ありがとうございました。おかえりなさい、じゃあ行きます。はい、じゃあ後ろでいっぱいあります。はい、終わったー。それいつか絶対やりたいから、絶対やるわー。